お家で墓の幸せ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 の黄色いリボン第2話リボンの秘密。リボン氏おすすめの幸せの黄色いリボン、使い方が今明かされる。リボンはどうやって使うの？おへその高さでお腹周りを測るだけだ。待てよ、そんな簡単なことでお腹周りが本当にスッキリするのか？リボンを巻くことで自分の体を意識することが大切だ。最近飲みすぎてるな。ご飯を減らしてみるか。スマイル体操もっと頑張ろう。そうか、このリボンは私たちのリボンを応援してくれるアイテムなのね。そう、意識が変わると行動や体が変わるきっかけになる。皆さんもぜひ試してほしい。よし、俺もこのリボンでリボンするぞ。リボンはどこで手に入れたらいいの？